358名、この深夜ですけどね、こんだけいるんで、ちょっと言いますけど、皆さん、リカピーのね、リカピーが、30日続け、うん、タヌキ5号ブロックね、30日付けで、リスワンね、1位に、あいつずっとね、俺と付き合ってるから、リスワン1位取りたい、取りたいって言ってたんだけど、そうそう、言ってたんだけど、無事ね、リスワン1位取ることができました。これもね、ゆいがリスナーのおかげでもあるの、少しはね、おかげであると思うので、本当に皆さんありがとうございました。うん、まあ、最後ね、放送ですごい喜んでたので、まあ、これでまあね、最後の親孝行、親孝行まあね、元彼氏孝行はできたんじゃないかなと思ってます。スキルさげるして。うん。リスワン1位200差ぐらいかな。約200差ぐらいでギリギリ1位になれたんで、まあ良かったかなと。うん。皆さんのおかげです。本当にありがとうございます。うん。多分まああいつも感謝してるでしょ。感謝の気持ちはあいつは強いからね。優しいんじゃないよ。やっぱり、何、自分が一応好きになった女はさ、やっぱ幸せになってもらいたいじゃん。うん、まあ、特にね、配信やってる人間なんで、うん、まあ、喜んでくれて嬉しいよ。うん、よかったよ。まあ、今後もね、今後はまあ、自分のね、囲いじゃないけど、自分のリスナーつけて、まあ、頑張っていただきたいなと、もう俺はもうこれ以上できないので、いつの間にか俺ブロック解除されてたからさ、だからまあ、今後はね、まあ、僕はもう特別絡むことはないと思うんで、放送上でコメント打つこともないし、ないんですけど、まあ皆さんね、まあいい子だし、まあ可愛い子なんで、特に女の子ね、女の、女性リスナーさんね、まあ、なんか、あいつメイクとかさ、まあ薄化粧あったりとかさ、なんかまあいろいろそういうのあったりとかするし、洋服とかも結構地味だったりとかするので、まあ教えてあげたりとかして、なんかまあ話が多分女性の方が合うと思うんでね、男性はまあ色恋しかないじゃん、どうせ。うん。だから女性リスナーさん多分、あいつはね、そう、女性リスナーさんから、疲れるのすごい喜ぶから、女性リスナーさんよかったら言ってあげてください。うん、いい子だからさ、基本的には。悪魔が住んでなきゃ。うん、レブいらっしゃいね。まあ、そんなもんですよ。解除お願いします。やだね。なんで俺は解除しなくちゃいけない。めんどくせえ。俺はもう二度と解除しねえよ。バカどもは結局治んねえんだから。バカだから。ナチョスいらっしゃい。エイフちゃんがうるさくてたもんね。マイクの音量がでかかったな、エイフちゃんな。うん、まあ、しょうがない、あれは。もうね、配信、生放送の音声とコラボ放送の音声って、ちょっと微妙にね、コラボ放送の音声の方がでかいんだよね。うん、でかいね。疲れた。アイコ、多分あれじゃないの？なんかもう話がもっと、まあ、疲れちゃったらもあるんじゃないの、アイコは。ニコ玉であんなに尖ったのにすっかり丸くなった。俺が？どうだろうね。まあ配信スタイルが違うんじゃない？多分。アイコって何者？ただのおばさんでしょ。ただのおばさん。でもいい人だよ。すごくいい人。会うと。俺はまあすごい感謝している。ふわっちの配信者で一番感謝してるかもしれない。俺多分。アイコに感謝は。あんまなんかさ、人に何かしてもらったりとかなんかそういうのってないけどさ、俺さ、感謝してるかな。っていうのも多分、あれなんだろうな、前カノとさ、やっぱすごく、なんだ、親子みたいに仲良くて、まあ、その関係性があったからもあるんじゃないの。多分。だから俺すげえ愛子には感謝してる。
まあ一生忘れないかもしれないな、うん、一生忘れないかもしれない、うん、まあ愛子が変なことしてもかばうつもりはないけど、その時はただね叩くかもしれないけど、でもまあ感謝の気持ちは忘れないな、あいつに対しては。難しいよな。ただちょっとさ、11月からさ、ちょっとうちの放送ちょっと変わるから、完全に俺はちょっといろいろ決めたんで、いろいろ考えてた、ここね、1週間5日とか考えてたんだけど、俺完全囲い制作るから、あのこのふわっとやっていく際に、まあ、自分はどっかのね配信者と徒党を組んだりとかすることがないので、徒党をね組んだりとかすることがない、他の配信者とね、どうしてもまあ多分俺に求められるもんって、どうしても一人でなんかやってもらいたいとかね、なんか結川一人で行ってもらいたいなっていうみんなの思いもあるじゃん。まあそれは変わらなくて、俺は一人の方が自由でできるし、正直まあそれは変わらないのよ、うん、自分のリスナーだけで形作っていくから、俺は自分のリスナーだけで形作っていくし、もう変なやつはどんどん排除していくし、自分のリスナーがどれだけいるか分かんないけど、どれだけ作れるか分かんないけど、自分のリスナーだけで楽しみを作っていくよ。目標すでに500、まあ、とりあえずすでに500だな、うん、邪魔なやつはどんどん排除していく、今後ね外配信増やしていくし、増やしていくし、うん、リスナーの要望、まあ、その中の囲いじゃないけどさ、いつも来てくれる常連リスナーいるじゃん、そういう人間のやってもらいたいことっていうのをどんどんやっていきたいと思ってるから、もう完全囲い制にしようと思ってる俺は、うん、それが一番だなと思ってるしね、うん、別に完全囲いってはっきり言っとくぞ、俺は金で絶対動かないからね、相手も投げる投げないで決めないから、うん、絶対に決めんじゃない、毎回放送来れないだろう。皆さんも仕事してたりとかするだろうから。ただ必ず、俺はね、皆さんの名前とか覚えてるし、例えば、アイカとかもそう。猫娘もね、リカピンの放送にもいたよな。そういう風に、こうやって、俺の放送に来てくれるリスナーさんとかいるし、うん。まあ、こういうね、スペルマとかも最近来てくれてるじゃん。そういう人間を覚えてるからさ、俺はそういう人間たちを大切にしていくよ。大切？うん、まあ、お前らはな、多分な、自分らの、都合によっては他の放送行くし、リアルを大切にする人間だからさ、配信者とは違うからさ、うん、まあ駒田さんは思ってるけど、うん、ちょっと待って、すいませんね、ちょっとミュートで。すいませんね。音声メッセージ聞こえねえんだもん。ああ、ちょっと待って。ムービーだって。これムービーを。すいませんね。あ、ゆっくりいらっしゃい。認知くるの嬉しい？はあ、疲れたな。
セブちゃん、はい、着替えた？でさ、ここにいるリスナーさんさ、ここにいるリスナー、まあもう残り3分しかねえから、3分で放送終わるからさ、今日はさ、あのさ、ここにいるリスナーさんさ、一応 LINE 登録しといてよ、よかったら。で、まあ俺が放送やってもらいたい放送だったりとか、なんかあったら、まあこちら連絡ください。まあこの LINE QR コード、携帯電話で見てる場合は、LINE QR コードを登録できないだろうから、プロフィールの頃に LINE ID だったりとか、もしくは、URL 踏むと LINE QR コード出てきて、そこから登録できたりとかするんで、LINE QR コードで皆さんの、登録してもらうと、僕の放送中ね、放送中も放送外もそうだけど、いろんな要望だったりとかそういうのも聞けるし、あの下手なね、誰々がこういう風に言ってるよとか悪口言ってるよとかそういう情報はいらないです、正直。邪魔なだけ。あくまで俺は、優雅な破天荒放送室は優雅なので、放送をやるためにやってるので、まあ、一生懸命ね、この2019年から2020年にかけては放送一生懸命やらせてもらおうと思ってるんで、はい、ちょっと頑張っていく、うん、なんであのできればね、俺の LINE 登録者書は、まあ、登録だけじゃなく登録しましたって言って、あの皆さんのインターネット上のねこのふわっちの、何小手版名前ね登録し、僕に教えていただければ名前交換すれば分かりやすいので、それでよろしくお願いします。頑張ろう、頑張ります。まあ、ふわっちのためというより僕のために頑張ります。